最近は、インスタグラム等の写真共有の SNS が人気になり、いろいろと興味深い写真の投稿もあり、話題を集めている。そんな時代を反映して、少し前から子育て中のママさんの間で流行中のネゾアートというものがあり、その出来栄えに反響を呼ぶことがあった。言葉の通り、ネゾアートとは、眠ってる赤ちゃんやお子様の寝相を生かして作るアート作品で、生後1ヶ月や100日記念など行事ごとに撮っておくと、赤ちゃんの成長する姿も見れる写真集として人気がある。では、どうぞ。寝ている赤ちゃんの寝相を生かし、さらに周囲に演出を施すことで、一つの物語を作る寝相アート。制作者は小出真美さんで、今回には作品を収めた本も出版されています。1、安眠の邪魔をしない。2、世界観はハッピーに。3、赤ちゃんが寝返りを打ったら潔く諦める。上記の3つが、寝相アートの鉄則なんだそうです。寝ている間に、勝手に写真を撮って、将来子供が喜んでくれるか自信がない。と、動画の中で小出さんがおっしゃっていますが、間違いなくお子さんは喜んでくれるのではないでしょうか。このあまりにも愛らしい作品を見た外国人の反応は、さて、海外の反応。人生で目にしてきた物事の中で、これは最もクールだと言っていい。どんな赤ん坊の寝顔もアートだよ。いいや、赤ん坊の存在、それ自体が素晴らしいアートなんだ。可愛らしい。将来、この赤ちゃんは、絶対、すごく、大きなワクワクを得られるね。なんて、素敵な人生の宝物なんだ。わおー。本当に愛らしいし、このママさんは素晴らしく創造的。すごく可愛い。赤ちゃんが成長して、映像や写真を見られるようになった時、そして、その意味を理解できるようになった時、喜ぶでしょうね。すやすやと眠る赤ん坊、それ自体がアートだもんね。特に、それが、自分の子供や孫だったら、自分の赤ん坊よりも美しいものなんてないんだから。赤ちゃんの許可なしに、これらの写真を撮っている。そのことをお母さんが心配してるって、すごく高潔なことだよね。彼女の人柄をよく表してるし、それが日本の文化なんだろうね。これより美しいものなんて私は知らない。このアート自体美しいけど、帰りの遅い旦那さんのために始めたっていう事実もそう。愛情が生きるってことをもっと価値のあるものにしてくれるんだね。笑っちゃった。これは面白いコンセプトだと思う。とてもクリエイティブだ。典型的な日本人の精神だね。文句なしの可愛さ。赤ちゃんが大きくなったら宝物になるよね。美しい。俺もこの小さな女の子が成長した時すごく気に入ると思う。やっぱりね、僕が一番好きな自分の子供の写真は彼らの寝顔なんだよ。これに勝る宝物なんてないんだから。こんなもん可愛いとしか言いようがないでしょうが、やっぱり何でもお母さんに任せておくのが一番なんだな。ちょっとママ、なんこれ。こんな写真プライバシーの侵害でしょ。もちろん、は、同じ経験をした場合の、アメリカの10代の女の子の反応だ。このママさんは素晴らしいし、赤ん坊も愛らしい。ジャパン、イズ、ナンバー、ワン。僕も、自分の子供や孫が寝てる時の顔は、アートそのものだ、って、常に思ってたんだ。彼らの寝顔より可愛い。ものなんて、この世界のどこにもなくて、たくさんの写真を撮ったよ。妻が、フラッシュで起きちゃうでしょって心配するんだけど、それでもシャッターを切ることをやめられなかった。愛らしすぎる。赤ちゃんが将来気に入ってくれることを当然願うし、そして、お母さんと同じくらい、創造的な人になってほしいな。子供のために物語を作り上げる。その手段として最高傑作の一つね。彼女の本が英語版でも発売されたら絶対読んでみたい。俺も酔っ払って帰ってきた元嫁に、こんな感じのことやって遊んだっけ。これ以外の作品ももっと見たいな。なんてキュートなアイデアなんだろ。
発売される本をアマゾンで売り出さんかい。欲しいのよ。わおー、素敵な写真ばかり。ママは信じられないくらい創造的だし、赤ちゃんも他の誰も持ってないアルバムを持てるね。嫌がるなんて思えないよ。素晴らしい作品でした。赤ちゃんも素敵な夢を。この写真集は代々引き継いでいかれるだろうな。しかしワンダフルだ。かわいい。でも日本のものって何でもかわいいよね。さすがはハローキティを生み出した国ってとこなのかな。子供はもちろんかわいいし、ママの発想はさらにかわいらしいと思う。今度神さんが寝てる時に同じことやってやろ。クリエイティブなこのママさんが羨ましい。彼女ならおむつからでも折り紙の鶴を作れちゃうんじゃないの。なんてクールなママ。うちのママもこんな風に私を愛してほしかった。これをストップモーションにして動くようにすればもっとクールだと思う。夢の世界が現実に飛び出してくる感じで超かわいい。それにしてもこの子はよく眠ってるね。寝返りを打ったり伸びをしたりしないし、普通赤ちゃんが寝てる時にこういう写真を撮るのは大変だよ。こんなにもかわいい姿を見ているとすやすや寝てる我が子を愛おしく思われ、親の子への愛情も深まるのかもしれない。子育てや育児で疲れているお母さんにとっては子供の寝姿を見るだけで毎日の疲れを吹っ飛ばす力を持っているような気がする。以前ならお昼寝中の赤ちゃんに可愛い装飾を施した寝相アートをよく見かけたのだが、最近少なくなったのは写真共有されなくなってきたのかも。ネット社会での個人情報流出の問題もあり、控えられているお母さんが増えてきたのかと少し寂しい気持ちになってしまった。